毎日頑張ってるけど痩せにくいよ。前は食べても太らなかったのに。ほとんどの人が代謝が原因にあります。代謝を上げるポイントとしては背中、体幹、足です。この3つを今回使っていきます。一緒に頑張っていきましょう。背中を動かしていきます。後ろに肘を回す感じです。まずは褐色脂肪細胞のある背中をしっかり動かしていきましょう。年々寒がりになってるよっていう人は代謝が下がってますんで、しっかり背中を動かしていきましょう。上半身のメニュー、体幹メニュー、足のメニューっていう風にやっていきます。ペースはマイペースでいいです。 OK。 今度はね、肩上げたら落とす。体幹メニューは肩にも少し負担がかかるので、肩をまず少し動かしてだるくならないようにしておきましょう。片っぽずつでもいいです。もし難しかったらね、手も上げて落としてもいいです。今度はお腹をぐーっと引っ込めてキープです。できればぐーっととにかく引っ込め、ちょっと胸を張る感じでお腹を引っ込めて体幹使う意識を身につけます。息を長く吐きながら引っ込めてください。うつ伏せです。上体反らします。このままキープです。お腹と腰を動かしとかないと体幹メニュー中は腰を痛める原因になります。今から行う体幹メニューの準備です。きつい方は手を少し前にずらしてください。次は仰向けです。膝を抱えてキープです。できる人はね、上体も少し起こして腹筋ちょっと力を入れながら腰を丸めましょう。首疲れるよって方はね、寝たままでもいいです。できる人は起きて、今度は足を伸ばしたら戻します。少しずつね、体幹部を鍛えていきましょう。今回のメニューは痩せるために総合的なね、大切な部位ばかりを使ってます。何度も繰り返すようなメニューになってます。OK。 今度は上体を起こしたまま手を伸ばす。このままキープです。腰をしっかり丸めます。耐えれないよって人はね、途中倒れてまた起きてもいいです。マイペースでやっていきましょう。はい、今度はうつ伏せです。肘膝ついて体を持ち上げる。
これでキープです。ちょっと楽だよっていう人は肘をちょっと前にね出してみましょう。これでキープです。肘出すと辛いよって人はねたまに戻したりたまに前に出したりしてください。できる人はここ、 OK。 今度はこのままキープ。これで少しかかとを床につける感じでアキレス腱もね伸ばすと一石二鳥です。ちょっと揺れる感じでね、あんまり体がね前に行かない方がいいです。手首が痛くなります。ちょっと足の方に体重乗して、OK。 今度は四つん這いです。四つん這いで体を上に伸ばしたら下に伸ばす。まずは左手だけです。しっかり胴体部分をストレッチしていきましょう。これ結構きついですよね。OK。 次は反対です。上に伸ばしたら、これ腰痛改善にすごくねいいです。OK。 立ちます。今度はつま先でランジ。ランジしたら今度正面スクワット、反対向いたらランジ。これつま先をねつけたままかかとを上げたままです。なので足をね一個ずつ動かして行ってください。これをもう2回いきます。それでは終わり。いきましょう。これを1種目ずつやっちゃうと足が張ってきます。こうやって3個をバラバラでやっていくことで疲れにくいのに効果的です。ペースはねもうちょっとゆっくりでもいいです。かかとを上げとくことで体幹が身につきます。 OK。 あともう一回で終わりです。さあ行きましょう。ラスト、そんなに足が疲れないことないですか？どうですか？これずーっとこうやってるとね疲れてきますからね。1個ずつね種目を分けることで疲れにくく楽しくできます。OK。 最後クールダウンです。力抜きましょう。全身の力を抜いてください。これをやっとかないと疲労が溜まったままでストレスになってなかなか次やらなくなっちゃいます。終わったらこうやって疲労を飛ばすことで体の疲れがなくなるんで、
運動したことのストレスがね、忘れるようにできます。はい、OK。 お疲れ様でした。今回のメニューはとってもおすすめなので、動画を見ながら週に3回を目安にやってください。頑張っちゃった方はグッドボタンやコメントで教えてください。